はい。皆さん、こんにちは。おなすの誕生日占いへようこそ。本日も有名人を占っていきましょう。はい。で、本日は、羽生ゅうゆずるさんを占っていこうと思います。では、早速占っていきましょう。はい。で、羽生にゅゆずるさんは、1994年12月7日生まれ、フィギュアスケート選手であり、まあ、数々の賞を獲得してきた素晴らしい選手ですね。では、早速占っていきましょう。まず、羽生ゅうゆずるさんの性格面から見ていきますと、 表向きはかなり自由な方で負けん気が強い方ですで、す中身はしっかりと仕事をこなしていける男の中の男のような器を持っている方ですね。でさらには羽生結弦さんのすごいところはその表向き自由で負けず嫌いですし仕事もしっかりとこなす男らしさもあるんですがそれ以外が、まあ、女性的でまろやかでかなり芯のある輝かしい運勢をお持ちなんですよね。何かを成し遂げたいいと思い さらに何か一つに打ち込めるものをこの方に与えた場合はとことん追求していきますのでそれはすごい方になりますよねでさらに羽生さんはご自身の心の中でご自自身身ののの心中でだけの世界を持っていますでさらにその世界を現実にもより忠実に正確に表現していきたいと願うタイプですでなのでかなりご自身の中では葛藤や苦悩が相当あるはずなんですよね その中であれだけの功績とこれだけ人々を魅了していくだけの羽生くんの魅力っていうのは本当に凄まじいものがあったんだろうなっていうのは思いますね羽生さんの今後の運勢なんですが今年はかなり重要な年ですというのも今後の10年間を決める重要な年回りになってますので今年決めたことは今後10年間支配されることになりますなので第一線から降りてその後の まあ10年間っていうものを、羽生さんはしっかりと今選ぼうとしているのかなという印象は受けましたね。で、羽生さんは基本的に今年いい運気です。なので、今回決断したことは今後に大きな影響を与えてきますので、もちろん今後も第一線からもし外れたとしても、すごく楽しみな方だと思います。いろんなことができると思いますのでね。 さらに今後の大きな運勢で見ましても来年で羽生さんは自分に対して厳しい期間をずっとここ10年過ごされてきましたで再来年以降はかなり穏やかでその日暮らしをした方がいい運勢が巡ってきますので占い上正直なことを申し上げますと年齢的なところも含めて今第一線を降りる可能性があるっていうのは英断だと思いますが無難だとも思いましたね ただこういうところでもし降りれるのであれば、第一線を降りるっていう決断ができるのであれば、羽生結弦さんっていう男はどれだけすごい人なんだっていうのは思いましたね。で羽生さんは本当、今後何でも挑戦できますし、 日本のフィギュアスケート界を支えていく大事な方だと思いますので、今後も大いに期待ができると思います。はい。ではこのようにですね、今後も有名人を占っていこうと思います。この動画が良かったなと思う方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。